じゃあどうする？じゃあね。街のざわめき愛想笑いの憂鬱本音なんていつかどこか見えないふりだねだって不安なんてそんな言われなくてもわかってる壊したい大事そうに抱えた強がりなんてでも素直に なんかイベントやってる。それにしても遅いな、トーマ。ん？Thank you.
翼？ちゃんと並んでください。聞いてくれよ、聞いてくれよ。とりあえず取っとく。心の温めスイッチオン。おほほほ。いつきくん、やっぱり翼だった。今日はトーマくんと一緒じゃなかったの？トーマが遅れてるんだ。だからしばらくここで時間を潰すつもり。トーマくんね。翼？そういえば今度キリアが渋谷のど真ん中でライブやるって知ってる？すごいよね。うん、すごい。だよね、だよね。キリアって今や日本の女性トップアーティストだもん。憧れちゃう。翼は本当にキリアのこと好きだね。大ファンですから。月くんも聞こうよ。気が向いたら。約束だよ。はいはい。その生返事聞く気ないよね。はあ、月くんは幼馴染なんだから、もっと私のお願いを真剣に聞くべきだと思う。決めた。キリア聞かなかったらパフェをおごってもらいます。もちろん特大の。それくらいならおごるけど、そこまでキリアを布教しなくても。そんなことないよ。だって私、イツキ君とキリアの話したいもん。まあキリアの話は置いといて、話を戻すと、翼って大玉で何か用事？うまくごまかせたと思ったのに。いや新世代のアイドル発掘オーディション、ワンオブミレニアムに出場予定の方は受付まで集合してください。ああ、大変。休養を思い出した。行かなきゃ。そういうわけだから、じゃあね。翼？新世代のアイドル発掘オーディション、ワンオブミレニアムも今回で最終選考。私は司会の50位テルです。さてさて、この中からデビューの栄冠を手にするのは果たして誰か。会場の皆さんも気になってますよね。
次は4番織部翼ちゃん。翼？オリベ、翼です。よろしくお願いします。噛んじゃった。なんで翼がオーディションに？さっきのは一体翼ちゃんはどんなアイドルになりたいですか？私はみんなを元気にしてあげられるアイドルになりたいです。じゃあ翼ちゃんがそう思うようになったきっかけは？皆さんも聞きたいですよね。聞きたい。私昔ひどく塞ぎ込んでしまったことがあって、周りの人たちは私を気遣ってくれたんですけど、それがプレッシャーになってしまったというか。でも幼馴染だけはさりげなく普段と同じように私に接してくれて、それが励みになって少しずつ元気が出るようになりました。だから私も幼馴染のように誰かを元気にしてあげられるようになりたい。ああ、ところでその塞ぎ込んでしまったのは何があったんでしょうか？もしかしてお姉さんと関係ありますか？翼ちゃんのお姉さんはアイドルの織部彩葉さんですよね？はい、そうです。言ってくれなきゃ。こんな大切、明るくて歌が上手で何よりとても優しい姉でした。でも翼ちゃんのお姉さんは5年前のいわゆるこけら落とし消失事件で消えてしまったんですよね？なんか質問変じゃね？こけら落とし消失事件って昔役者とか観客が集団失踪したあれか？消えてしまった大好きな姉を思い悲しむ少女、なんという悲劇。私も涙なしでは語れません。しかしですよ、ここで問題です。翼さん、あなたの大いなる才能と引き換えに大好きなお姉さんに会えるとしたら。実はあなたのお姉さん織部彩葉さんをこの場に呼んでいます。え、お姉ちゃん？はい、騙された。単純バカギャペナルティ、お前も姉と同じになれ。Yeah!
何が起こってる？いやお前たち、絶対にそいつを逃がすな。あれの依代の最有力候補だ。翼！助けて、樹くん！一体何が起こって…助けに行かないと。翼！え？ここは一体大…急いで。え？あの人が危ない。この奥へ急いで。今の子は…いや、今は翼を探そう。よこし。
今の声は。鮮烈に鮮烈を重ねたよりしろ。翼ちゃんの方も時間の問題。順調だな。ねえ、翼。よこし。え？力。よこし。よこし。